都立東大和は2回裏、2本のヒットとフォアボールでワンアウト満塁。このビッグチャンスに打席には2番細江。ライト前へタイムリー、1点を先制します。このあとツーアウト満塁となって4番城田、右中間へ運んだ。ランナー2人が帰ってくる。東大和はこの回3点を奪って試合の主導権を握ります。東大和先発川島はコーナーを丁寧に突くピッチング。ランナーは許すものの要所をしっかりと抑え、東邦打線にホームを踏ませない。なんとか川島を攻めたい東邦は6回表、この回先頭の2番船田がセーフティーバントを決める。続く3番佐々木、レフト前ヒットでノーアウトランナー1塁2塁、連打で作った反撃のチャンス。打席には4番ミラー、捉えた。打球がセンターの頭上を越えた。2人のランナーがホームに帰ってくる。東邦2点を返して3対2、東大和の背中を捉えた。これで試合の流れが変わったか。東邦は続く7回表にもヒットと相手の守備の乱れでワンアウトランナー3塁、同点のチャンスを作ると打席には9番富田、センターへ。これは犠牲フライになりそうだ。東邦がついに同点に追いつきます。追いつかれた東大和は直後の7回裏、ワンアウトランナー2塁で7番相田。インコース高めのストレートを引っ張った。レフトポール直撃のツーランホームラン。東大和が追いすがる東邦を再び突き放します。これで勢いづいたか、さらに3番堤の2点タイムリーなどでこの回5点を奪うビッグイニング、勝利を大きく引き寄せます。東大和は8回にも2本のタイムリーで2点を奪い、10対3の8回コールドで東邦を破り初戦突破です。まあ、最後の大会でやっぱり打てるっていうのはとてもいいことかなって思って、すごい気持ちよかったです。はい、自分は打った時はもう走ることに夢中だったんで、入ったの気づいてなかったんですけど、やっぱみんなが入ったのに気づいて、みんながこう盛り上がってきてくれた時はとても嬉しかったです。やっぱシード校に当たるまでしっかり目の前の敵に集中して一勝一勝勝って長くこのチームで戦えるようにしていきたいと思います。